どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA ポケットが発表されてからですね約1ヶ月程度ね経ちましたので、今回はですねこの ANA ポケットね実際に利用させていただいてですね、どのぐらいマイルが貯まったのかとですね、実際の利用方法ですね、皆さんにね解説やっていきたいなと思います。ということで、2021年の12月の20日頃にですね、実際にサービス提供開始になりまして、今のところですね、Android 利用できなくて、iPhone しか利用することができないんですよね、この ANA ポケットって。まあ今後ね、Android も利用できるようになると思うんですけども、まあ2022年1月現在ですね、iPhone だけね、サービスが提供されているっていった形になります。で、このね、ANA ポケットっていうのは移動するとですね、ポイントが貯まって、で、そのポイントがですね、ANA スカイコインだったり、各種クーポン。っていうね、そのガチャが引けるっていった形になってるんですよね。で、課金を行うとですね、このガチャが本来、その各種クーポンか ANA スカイコインしかね引けないわけなんですけども、月550円のね課金を行うと ANA マイルのねガチャが引けるサービスっていう風になってるんですよね。で、この ANA ポケットっていうのは移動していただくとねポイントが貯まるようになっておりまして、まあ ANA って聞くとですね飛行機だけっていうねイメージがあると思うんですけども、徒歩でも自転車自動車っていった形で、まあ移動手段はね何であってもですねこのポイントがね貯まるシステムっていう風になってるんですよね。まあこの今ねこの移動するとねポイントがもらえるサービスって結構いろいろありまして、まあトリマだったりマイルズだったりね JAL とかでもねこういったサービスあるんですけども、まあトリマとかはですね本当に完全無料でね利用することができて、このマイルという名のポイントが貯まって、まあそれをね交換することができて、まあ電子マネーだったりですね、これ交換先はねドットマネーっていう風になってますんで、 ANA マイル、JAL マイルとかにもね交換できるっていう風になっておりますんで、まあ気になる方はですねトリマの方はもう完全無料でね利用することができますので、もしね利用されてない方はですねそちらもねおすすめなので、ぜひね利用してみていただければなと思うんですけども、 ANA ポケットの方はですね無課金だとANA スカイコインもしくは各種クーポンっていった形になっておりまして、月550円の課金を行うとですね ANA マイルもね交換することができるっていった形になってるんですよね。ですのでこの課金するかしないかで何が違うかっていうと、もうシステム自体はね全部一緒なんですけども、この本当にこの溜まったポイントの引けるガチャがですね、課金すればですねこのマイルガチャがね引けるっていった形になってるんですよね。それでは次にですね、この ANA ポケットがね実際どんな感じなのかっていう話なんですけども、ちょっとねここにね携帯の画面を出しておきます。でこれがですね ANA ポケットのトップ画面っていう風になっておりまして、今ね1619ポイントね溜まっておりますよね。で一番上にね500ポイントって書いてあって、これがね1周溜まると、今ガチャ3って書いてあるじゃないですか。これは1500ポイント以上溜まってるんでガチャが3って出てると思うんですけども、今ねガチャは3回ね引けますよっていった形で、これ移動するとですねこのポイントが、溜まっていくっていった形になってるんですよね。で下の方ね見ていただくと、今日ね123ポイントでこちらね 2.45 キロ移動しましたよみたいな感じでね記載がありまして、右側を見ていただくとですねこちら過去30日のねポイント推移ということで記載があると思うんですけども、下の方にね獲得所有できるポイントは30日間でそれぞれ最大7万ポイントまでっていう風になっておりますんで、これね30日以内にですね7万ポイントまでしか獲得することも所有することもできないっていった形になってるんですよね。このね移動すればポイントが貯まるシステムって、まあ、やろうと思えばですね本当に1日中ね移動するみたいなね、山の線ずっと乗ってるみたいなね、まあそういった感じでねやろうと思えばできてしまいますんで、まあこういった感じでね上限がつけられているっていう感じになるんですよね。で下のねポイントのところをね押していただくと、今のねポイント、まあ獲得状況はですねこのように見れてですね、このポイントを使うっていうところを押していただくとですね、ポケットガチャ、こちらがクーポンですね。で、スカイコインのガチャ、こちらが、ANA スカイコインが、引けるガチャですね。で、一番下の ANA マイルに交換っていうね、マイルガチャっていうのがありますよね。ですので、まあ今ね、1619ポイント溜まっておりますので、こちらでね、ガチャが、まあ3回ね、引くことができるっていった形になります。こちらね、課金してないとですね、このマイルガチャっていうのが表示されないわけなんですけども、課金するとですね、このマイルガチャがね、表示されるっていった形になります。で、このね、右のマイクーポンっていうところね、押して
ていただくと、こちらねクーポンが当たるとねこちらに入るっていった形になります。で下の方にねチャレンジっていうのがねあると思うんですけども、まずねこの一番左のはですね進行中のチャレンジっていう風になっておりまして、この真ん中にねおすすめチャレンジっていうのが表示されて、まあこちらでですね条件を達成するとこのポイントがねもらえていくっていう感じになります。であとはね履歴が見れるようになっておりまして、今後ですねこの ANA ポケットをね利用される方はですね、このね ANA ポケットにちょっといけてない部分でもあるんですけども、あのこのチャレンジっていうのはチャレンジに参加して初めてあの移動ログがついて、でそのチャレンジに反映されてポイントがもらえるっていった形になっておりますんで、朝起きたらですねこのおすすめのところであのチャレンジをねスタートさせないと、あの実際に移動してたとしてもこのチャレンジにね参加してないとですねこちらカウントしてくれないんですよね。だから後からあこのチャレンジあったみたいな感じで参加ね押したとしてもですねログに何ですか履歴にですね移動履歴にこの動いてたのがね入ってたとしても、この先にね参加ボタンを押してないとこのポイントがね取りこぼすっていった話になりますんで、まあ、これはね今後システムでどうにかね変えてほしいなっていうふうに思うわけなんですけども、ひとまずねそういった仕様になっておりますので、とりあえず朝起きたらですねこの ANA ポケット開いていただいて、このおすすめのねチャレンジのところに新しいチャレンジがね来てないかをですねぜひねチェックしていただきたいなと思うんですよね。で今ね進行中のチャレンジでこの一番上のね記載があると思うんですけど、平日は毎日継続で歩数5000ポイントを目指そうということで、こちら1月26日までのねチャレンジっていう風になってるんですけれども、1日ね5000歩歩いたらですねこの70ポイントが獲得できるっていった形になってるんですよね。でこれね押していただくと、まあこういった形でですね条件とかね詳しく見れるっていった形になります。でですね一番下のログっていうところがねあると思うんですけども、こちらにですねあの移動のね履歴が見れるようになっておりまして、私はね今日 2.5 キロ歩いているっていう風になってるんですけども、でこのね ANA ポケットのね生きてない部分のもう一個なんですけども、これねリリースされてちょうど1ヶ月ぐらい経ってるんですけども、未だにですねログがちゃんと反映されないんですよね。ですんでまあ本当に動いてるのに何ですかカウントされないみたいな、まあ、される時とされない時があって、まあ、これ全然理由はわからないんですけども、カウントがね入ったり入んなかったりするんですよね。まあ個人的には別にそこまでね気にしてないんですけども、まあ、これね課金してる人がね、私もそうですけども、お金払ってやってる人がANA マイル貯めている方はねいらっしゃいますんで、まあ、ここはねちょっとね早めにねどうにかアップデートをねしてほしいですね。これはねツイッターとかでも結構ね話題になっておりまして、私もねそれ以外にログもねこう私ねつきづらいっていうのもあるんですけども、先ほどねポイントを使う部分でですね、マイルガチャっていうのがね表示されます、課金してると表示されますって話をしましたけども、これもですね一回ね消えたんですよね課金してお金払ってるにもかかわらずマイルガチャ引けないみたいな、まあそういったのもありまして、まあね今後ね治っていくと思うんですけども、まだね出始めで結構ねトラブルっていうかね、ちゃんと利用することができない部分がね結構あるかなっていうところなんですよね。今後ね利用される方、もしくはね今利用されている方で、まあ、こういった不具合ねある方はですね、この左上にねハンバーガーメニューがあると思うんですけども、よくある質問っていうところに解決方法いろいろ書いてありまして、で一番下にですね問い合わせっていうのがあるんですよね。ですのでもしねどうしても症状ひどい場合はですね、こちらにね問い合わせしてみていただければなと思います。私もねマイルガチャ1回消えて、さすがにねお金払ってんのにマイルガチャ引けないのは辛いなと思って問い合わせね1回入れたらですね、それね数日後にね治りましたんで、まあそれはそれで良かったんですけども、一応ね問い合わせフォームもねありますので、こちらもね覚えておいていただければなと思います。利用方法とかはですねこんな感じですかね。今ね入会キャンペーンみたいなのもやっておりますので、今ねダウンロードして始めてもらうと5000ポイントねもらえて、まあ、前ガチャが10回か引けるようになっておりますので、もしね気になる方はですね、まあ、マイルのね
ガチャ入れなければですね、こちらね無料で利用することができるっていう風になっておりますので、ぜひねトライしてみていただければなと思います。で、課金されたい方はどうするのかっていう話なんですけども、これね多分アプリからいけないんじゃないのかな。私ね最初やった時やり方分かんなくて、これどうやってやるんだろうと思って ANA ポケットって調べたらですねサイト出てきましたんで、それね概要欄に載せておきますんで、もしね550円ね月課金してマイル貯められていきたい方はですね、そこでねカード番号を入れていただくと、550円月ねサブスクみたいな感じで課金されて、利用することができるようになっていきますので、もしね ANA マイルを貯められたいっていう方はですね、そちらからね利用してみていただければなと思います。それではですね、実際ねちょっとマイルガチャね引いてみていきたいと思います。ちょっとねまた画面出しておきますけども、マイルガチャね押していきましょう。今ね1600ポイントがね溜まってますんで、どうしましょうか。もう3回連続でいっちゃいましょうか。1500ポイント消化して、はい、引いてます。全部で12マイル、どういうこと。おお、すごい、10マイル当たったいやすごい、いやいいですね。正直ですね、ほとんど1マイルしか当たんないんですよ。で、たまに3マイルみたいな、そんな感じなんですよね。ですね、10マイル出たんでね、かなりびっくりですね。いや、これは嬉しい。ということで、1ヶ月でね、どのぐらいマイルが溜まったかっていう話なんですけども、ちょっとね、それも見ていきましょう。はい、これね、ポイント履歴っていうところでですね、表示がね、見れるようになってまして、すべて見るっていうね、ところを押していただくと、こんな感じでね、ずらーっとね、見れるんですよね。で、私はね12月の20日まあ発表された時にねダウンロードしたんですけども、20日ってまだね私あれだったんですよ、隔離中だったんで、実際に運用始めたのは12月の25日ぐらいからね利用させていただいて、まあ、バーってありますよね。で、これですね隣のところで全部ね見れるようになっておりまして、はい、トップ画面のね下の方に、来月付与マイル予定ということで記載があると思うんですけども、1ヶ月でですねなんと ANA マイルね63マイルね貯めることができたんですよね。いやね、思った以上にですねマイル貯められるっていう風になりますんで、まあ私はねちょっと続けていこうかなっていう風に思いますかね。550円の課金なんで、まあ 1% 還元で 5.5 マイルですよね。ですんで 2% 還元で11マイルとかになりますんで、今回ね63マイル62マイル貯まるっていった形になりましたんで、いやね思った以上にね貯まりましたんで、個人的にはね結構いいんじゃないかなというふうに思います。まあ550円ね課金して62マイル3マイルぐらいね獲得することができたんで、まあ結構いいですよね。まあ人それぞれね550円で60何マイルってまあどう思うかっていうのはね人によって違うかなと思いますので、まあそこはね皆さんで判断していただければなと思うんですけども、思ってた以上にね溜まりましたので、私はねしばらくね続けていきたいなというふうに思っております。ということで、今回ですね、ANA ポケットね、1ヶ月利用させていただきましたけども、まあ1ヶ月でね、550円の課金で63マイル、2マイルぐらい貯まりましたんで、まあ個人的には結構良かったかなというふうに思っております。で、ANA ポケットね、いいところもありまして、ANA ポケットって、何にもしなくていいんですよ。その何にもしなくていいっていうとあれなんですけど、チャレンジはね、朝起きて参加は登録はしなきゃいけないんですけども、移動しますよね。移動すると勝手にポイント貯まっていくんですよ。だから開いたら、あ、何ポイント貯まったなみたいな感じで見れますし、チャレンジ達成してたらね、報酬を受け取るみたいな感じで押していただくと、まあ、ポイントもらえるみたいな感じになるんで、貯まったポイントをですね、自分で回収みたいなのをね、しなくていいので、その点はね、結構楽かなというふうに思うんですよね。先ほどね、紹介したトリマっていうね、完全無料の方はですね、完全無料でね、非常に利用しやすいんですけども、歩数とかね、自分で回収しなきゃいけないですし、タンクにね、その移動した、マイルという名のポイントが溜まってくんですけども、それもね、タンクがいっぱいになると溜まんなくなっちゃって、そのタンクも自分で回収しなきゃいけなかったりするんですよね。まあそういうのはね、ANA ポケットありませんので、まあその点はね、非常にいいのではないのかなっていうふうに思いました。ということで、今回のね動画はこんな感じでね終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。